演劇集団青の会 YouTube チャンネル、まめです。高橋です。作家シッタです。はい、ということで、今回は特殊詐欺防止公演の、14回目の公演を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、14回目は9月12日、三重県鈴鹿市の北名護第一集会所というところでサポート詐欺、架空料金請求詐欺の講演をさせていただきました。はい、はい、すごいハマりましたね。はい、はい、その時もお二人に出演していただきまして、そうですね、ボスは劇団員さんで、はい、ということで、はい、はい、でございます。はい、今度いいですか、これ、うん、いいよ。もう行きますか。もう行きますか。待ちきれないね。待ちきれない。はい、どうぞ。あ、どうぞ。はい、あの公演前に、うん、あの名護っていう地区 の, あ の, その地区でそういう体操をするということで、うん、あのご招待いただきまして、そしてこちらのリボン、リボン体操ですね。リボン体操、通称リボン体操とおっしゃっていらっしゃいましたね。そうそう、リボンいただいて一緒に30分くらい一緒に体操をさせていただいて、ね、公演っていう、そうお誘いいただけたんですよね。そうそうそう、あと私たちの本番の前に、うん、皆様が、体操をされると、うん、サロンっていう言われてまして、うん、その中で、リボン体操、こちらの方ね、手作りなんですけど、これを、ご用意いただいて、私たち全員ね、うん、スタッフ、出演者5名分、うん、5名って、5名分の喋りいただきまして、で鈴鹿警察の方もいただいて、はいはい、鈴鹿警察の方もやってまして、一緒にどうですか、うん、で、ぜひさせてくださいって言って、うん、これがまたよく聞くんだ、これが。聞きませんでした。結構、まあ、私もストレッチとかね、うん、させていただいてるんですけど、うん、すごくいいと思って、でやっぱり、高齢の方とかね、年配の確かこうやって使ってた結構ね、ご高齢の方とか、うん、もう手もちょっと上がりにくい方々もいらっしゃる中でのこういうリボン体操を考えられてされてるんですけど、すごくいいなと。あのね、そう、難しいのありましたよ、私も。難しかったやつありましたね。そうそう、これを四つ折りにしてくるっとして、なんかボールみたいにするっていうやつで、うん、はい、あのね、ボールを上に投げてその間に手を叩くっていうやつがすごい難しかった。1回、次2回、次3回っていうのがありまして、そう、はい、1回とか言って、そこあの、まっすぐ落としてはない、おう、ギリギリ、あの、そう、まっすぐ上げやっと、あの、叩けへんし、うん、叩いてると落ちてくるしみたいな。私はもう本当にこういうのとかさ、うん、本当に普通にすごくいい、これね、いい感じに伸びますよ。そう、うん、この編み方かなと思うんですけどね、すごくいい、うん、もうすごく、あの、本番前に、うん、なんかリラックスをさせていただいたっていう、すごい、うん、あの、公演の話というか、あの、すごい一緒にさせていただいたのが嬉しくて、ね、楽しかった。すごい楽しくって、うん、あの、それやっぱで公演のお話もせなあかんねんけど、うん、それめちゃくちゃ嬉しかったですね。一緒にどうですかっていう、めっちゃ嬉しかったね、これもいただいてきたっていうことで、そうなんですよ、次回はこれ持ってきてくださいねっていうことで、一旦いただきまして、うん、もう本当にいただけたんですね。そう、本当に嬉しい。で、公園の方はね、あの、まみちゃんと、うんうん、はい、コンビニさんですね。私ね、今回その手下じゃなくて、コンビニさんで。コンビニ店員さんです。はい、で私はいつものにおばあちゃまで、うん、おばあちゃまやって。おばあちゃまですか。で、劇団員さんがボスされてっていうことで、うん、その劇団員さんの地元だったんですよね。そうそうそう。で、その劇団員さんのお母様が、ちょうど見に来てくださってまして、うん、そう、ちょっとご挨拶できなかったんですけどね、うん、やっと見せれたって、はい、そう、なんかすごくおっしゃってますね、うん、喜んでいただいたということで、うん、よかったですね、うん、ふるさと、ふるさと、故郷、地元って、ね、なんか感慨深いですよね、うん、はい、なんかよくちょうどね、その地元でご本人ができてよかったですね、うん、ね、はい、リボンがいいすごい、すごいです、このさ、リボン。あとね、あとね、あの、このリボンもそうじゃないですか、うん、そちらの方々、うん、あの、主催の方から、うん、お茶と
それも一つずつこう皆さんにね、うん、あの参加された皆さんに配られているお菓子、うん、それをおすそ分けというか、うん、私たちの分もご準備いただいて、うん、お茶とかもあの冷たく、うん、冷やしていただいてて、本当にそうそうそう、あの名前も一緒やからって名前書くペンもご用意いただいて、本当に至れり尽くせりで、うん、もうという感じで、ね、その公演の後にまたお仕事にそう、うん、あの行ったんですけど、うん、おやつね、うん、もうね一瞬でなくなった。え、道中食べてた？うん、ちゃんと職場で、職場で食べて、デスクで食べた、デスクで、そうそうそう、ちょっと、うん、ちょいちょいこうご褒美に、うんうん、なくなっちゃった。早い、結構5種類ぐらい結構入ってたと思う、種類は、うん、いろいろとね、入れていただいたんですけどね、とかおせんべいとかいろんなのそうそう、ね、入ってて美味しかったです。すごい美味しかったよね。もうなくなってしまった。なんかいただけるものをこの話しかしていないんですけど大丈夫でしょうか。嬉しかったんです。あとはもうやっぱりその帰りにね、私たちこう、うん、公演の後に皆様が帰られる時にこう入り口玄関のところ手前でね、うん、ご挨拶させていただく、はい、お見送りさせていただくことになってさせていただいてるんですけど、うん、そこでやっぱり温かいお言葉をたくさんいただいたり、うん、あの気をつけるわとかね、あ、もうすごい嬉しいですね、嬉しい、本当にそう、本当に仲良ってほしい、そう、うん、なんかすごく今多いので多い、ね、特にこう本当にいい方々ばっかりなので、うん、そういう方々を騙すなんて絶対ありえやから、うん、本当になくなってほしいし、皆さんには気をつけていただきたいなと思いますので、うん、本当よく本当に毎回思うんですけど、またまた思いましたね、うん、あのいただいたからじゃないですよ、なんかすごい疑わしい目で見られたから、こいつ何言うんやろ、大丈夫か、住めるんかちゃんと大丈夫かみたいな顔して、いただいたから言ってるわけではなくて、本当にね言ってないのに言ってないのに、はい、でも本当に皆さんね、ご協力いただいたりして、うんうん、本当に温かく、うん、なんかすごく和やかで、あの芝居してる時もあのね、上がってくださったりとか、うん、すごく反応してくださって、ね、してくださって、うん、すごい、はいね、足腰の悪い方々もわざわざ運んでいただいて見に来ていただいたり、杖をね疲れてる方々もいらっしゃったり、それでも見に来てくださって本当にありがとうございます。本当に、はい、お一人お一人になんとかね、そう届けられるように、そうなので、こうちょっとでもね、こう多分警察の方でもね、こういろんな広報であったりとか、文面であったりとかね、ポスターであったりで、いっぱいチラシとか、うん、配られたりしてご説明をして、うん、でやっぱそれをグゲあの実写化、実写じゃない実物で作品としてね、動きでね、うん、見ていただいて、うん、でそれをあのちょっとでも共感していただいて、うん、あ気をつけやなって心に ね、ちょっとどこで、うん、ちょっとでもあこういう電話気をつけようとか、できた時とかにふってこう思い出してもらっていただけることがね、うん、あったらように私たちもね、ちょっと頑張って、うん、はい、お芝居に頑張りたいなと思っておりますので、はい、皆さんも気をつけてください。はい。はい。はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。全部締めていただきました。いえいえ。ね、はい、はい。どうぞ。はい。改めまして。はい。そうですね。高橋が申します。さっき坂下先生がおっしゃってくださったように、講演を通して、少しでも特殊詐欺の被害がなくなるようなご協力ができたらなというふうに思っております。はい、はい、では、はい、演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またねー。